原子番号46の元素。元素記号は PD。白金属元素の一つ。貴金属にも分類される。常温、常圧で安定な結晶構造は、免震立方構造。銀白色の金属で、比重は12.0、融点は、摂氏1555度。酸化力のある酸には溶ける。希少金属の一つ。名前は、この前年に発見された。 小惑星パラスにちなんだもの。自分の体積の935倍もの水素を吸収するため、水素急増合金として利用される。加工のしやすさから、電子部品の材料としても使われたが、供給シェアの6割をロシアに依存しており、価格が不安定なことからニッケルなどの金属への代替が進められている。特筆すべきは、歯科治療に使われる合金としての利用が挙げられる。 いわゆる銀馬は金銀パラジウム合金で20%以上のパラジウムを含有する。貴金属としてジュエリーにも利用されている。最も多いのはプラチナ950や900のまたホワイトゴールドの割金としての利用である。プラチナの場合は硬さの調節と色調のためホワイトゴールドは金色の白色化のために利用される。近年価格の高いプラチナや ホワイトゴールドに代わってパラジウムをメインに使用した合金のジュエリーが生産され始めている。パラジウムは、鋳造時にガスを大量に吸い込んで、巣が出やすく、大気中での漏付けも枯れやすく難しいため、最近までジュエリーに加工されなかったが、技術の進歩で開発が進んで、新しいジャンルとして注目されている。ジュエリー用パラジウム合金は ISO9200 に、 ジスエンイ六6309が PD950 と PD500 を品育分として定めている。また、シブジョは前期2種に PD999 を加えている。PD950 はネックレスやリングなどの一般的なジュエリーに用いられている。PD500 は銀との合金としてソフトホワイトの名称で変色しない。 銀合金として用いられていた時代があったが、現在は銀合金というよりパラジウム合金として認知されている。造幣局の貴金属品位証明制度は金、銀、プラチナ合金の品位検定を行っているが、パラジウム合金は品位検定を行っていない。工業的には自動車の排気ガス浄化用の触媒やエチレンからのアセトアルデヒドの合成に用いる触媒など、 様々な反応の触媒として使われている。有機合成分野においては接触還元の触媒として活性炭に炭治させたパラジウム炭素が常用される。また主にホスフェン作体がクロスカップリング反応やヘック反応など CC 結合生成性反応の触媒として用いられる。実験室から工業レベルまで応用範囲は広くこれらパラジウム触媒を用いる。 反応の開発に対し、リチャード・ヘック、ネギシ・エイチ、鈴木・アキララに2010年のノーベル科学賞が贈られている。1803年に、イギリスの科学者、物理学者、ウィリアム・ボラストンによって発見。2007年において、世界の産出量のうち、ロシアが44%、南アフリカ共和国が40%、カナダが6%、 アメリカ合衆国が5%を占める。パラジウムはプラチナやニッケルなどの副産物として生産されるため、生産量は主産物の産出動向に左右される。2010年代、南アフリカのプラチナ鉱山で閉鎖が相次ぐと、パラジウムの生産量が減少して価格が高騰。2018年には過去最高を記録した。ありがとうございます。